39。図らずも明帝先生の接待係を命ぜられて、不愛想な顔もしていられないから、にゃーにゃーと愛嬌を振りまいて膝の上へ這い上がってみた。すると明帝は、よう、だいぶ太ったな、どれと不作法にも我が輩の襟髪をつかんで宙へ吊るす。後足をこうぶら下げてはネズミは取れそうもない。どうです奥さん、この猫はネズミを取りますかね。と我が輩ばかりでは不足だと見えて、隣の部屋の細君に話しかける。ネズミどころじゃございません、お雑煮を食べて踊りを踊るんですもの。と細君は飛んだところで旧悪を暴く。我が輩は宙乗りをしながらも少々決まりが悪かった。明帝はまだ我が輩を下ろしてくれない。なるほど、踊りでも踊りそうな顔だ。奥さん、この猫は油断のならない相応です。昔の草造紙にある猫股に似ていますよ。と勝手なことを言いながらしきりに細君に話しかける。細君は迷惑そうに針仕事の手をやめて座敷へ出てくる。どうもご退屈様、もう帰りましょう。と茶を継ぎ替えて明帝の前へ出す。どこへ行ったんですかね。どこへ参るにも断って行ったことのない男ですから分かりかねますが、大方お医者へでも行ったんでしょう。天城さんですか。天城さんもあんな病人につらまっちゃ災難ですな。へえ。と細君は挨拶のしようもないと見えて簡単な答えをする。明帝は一向頓着しない。近頃はどうです、少しは胃の加減がいいんですか。いいか悪いかとんと分かりません。いくら天城さんにかかったって、あんなにジャムばかり舐めては胃病の治るわけがないと思います。と細君は宣告の不平を暗に明帝に漏らす。そんなにジャムを舐めるんですか、まるで子供のようですね。ジャムばかりじゃないんで、この頃は胃病の薬だとか言って大根おろしをむやみに舐めますので。驚いたな。と明帝は感嘆する。何でも大根おろしの中にはジアスターゼがあるとかいう話を新聞で読んでからです。なるほど、それでジャムの損害を償おうという趣向ですな。なかなか考えていら。と明帝は細君の訴えを聞いて大いに愉快な景色である。この間などは赤ん坊にまで舐めさせまして。ジャムをですか。いいえ、大根おろしを。あなた坊やお父様がうまいものをやるからおいでてって、たまに子供を可愛がってくれるかと思うと、そんなバカなことばかりをするんです。2、3日前には中の娘を抱いてタンスの上へあげましてね。どういう趣向がありました。と明帝は何を聞いても趣向づくめに解釈する。何趣向も何もありゃしません。ただその上から飛び降りてみろと言うんですわ。3つや4つの女の子ですもの、そんなおてんばなことができるはずがないです。なるほど、こりゃ趣向がなさすぎましたね。しかしあれで腹の中は毒のない善人ですよ。あの上腹の中に毒があっちゃ辛抱はできませんわ。と細君は大いに機嫌をあげる。まあそんなに不平を言わんでもいいでさ。こうやって不足なくその日その日が暮らしていかれれば上の分ですよ。くしゃみくんなどは道楽はせず、服装にも構わず地味に世帯向きに出来上がった人でさ。と明帝は柄にない説教を陽気な調子でやっている。